プロフェッショナルシュート公式戦千葉舞浜アンフィシアター大会第5試合ライト級3回戦が始まろうとしております。実況席は青木真也選手、そして田原博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ 70.3 キロライト級の3回戦始まりました。元キングオブパンクラシストの鈴木慎吾、そしてディープの世界王者に挑戦するも手が届きませんでした岡野勇気。シュートの新人王を2011年に取っています。そうですね、お互い一応戸様になるんですよね、シュート的に見ると、まあ、鈴木選手の方はパンクラスを主戦場に戦って頂点を極めて、 そして今回階級変更、一つ前の試合から階級変更してシュートに臨んでいます。他の選手もディープから戻り、そうですね、新人王を戦った後にディープを主戦場にしていました、はい、お互い戸様同士、まあ、戸様の僕が言うのもあれですから笑うとこじゃないですよ、うなずくとこですよ今の。確かにね、はい、といってもあの今はもうどこのプロモーションにこだわらずに、はい、もうファイターたちは戦う場を求めていますからね、はいはい、まあ、そんな2人がここシュートで戦って、そして改めて世界の王座を目指すというふうに言っているわけですから。そうですね、あの試合の話をすると鈴木選手がパンチで行こうとしてるんですけど、はい、でまあ、当然岡野選手もパンチで行く構図なんですけど、岡野選手の方が若干打たれ弱いと思うんですよ。おその部分でどう出るのかな。なるほど、はい、鈴木選手は一つ前に川名選手とね、はい、ノックアウトをされてますけど、ものすごい印象に残る、ただインパクトは激しかったんですけれども勝つことができなかった。そうですね、鈴木選手としてはテイクダウンのプレッシャーも混ぜつつ、はい、最後はパンチにつなげたいですよね。ある意味田原さん、我々は鈴木選手のグラウンドを見ていないんですよ ね、 そうですね、アライアンスの選手から話を聞くと、はい、実はグラップラだっていう寝技師だっていう話も伝わってくるんですよね。そのあたりがどうこの試合で出るのか、あるいはグラウンドになる前に決着するのか。今のところお互い組む匂いはしないですね。様子を見ながら入っていく、はい、ワンツーいなしていく岡野、かぶせていきます。岡野は去年11月以来の11ヶ月ぶりのシュート公式戦ということになります。さあ相手の周りを円を描くように、ここでようやくクリンチですね。さあ組みました。さあここからです。鈴木はテイクダウン取れるか。鈴木選手は小外刈り、今の組手だと小外刈りだったんです。これで戻りました、ね、あまりこだわりません。さあ頭を振って、おっと決まった、身が入った、腰が落ちました。鈴木大丈夫か。一回クリンチで回復させたいです ね、 ですね。あのままですとまとめられてしまいますから ね、 そうですね、とにかく組みついて一回クリンチで回復して、もう一度仕切り直したいですね。狙っています鈴木。いや田原さん、やっぱり小さいショートパンチ見えたんですが、岡野威力ありますね。そうですね、まあ、カウンターで綺麗、はい、ドンピシャリで入りました。さあ鈴木が回復を図って相手を金網に押していきます。そうですね、そしてここで大きいしっかりとテイクダウンして抑え込めばイーブン、もしくは自分有利の試合になると思うので、大事ですね。この攻防頑張ってもいい。さあ投げ打ったか。すでに喉元に腕を回して上を抑えます。岡野選手はケージを使って立ち上がろうとしてるんですけど、はい、鈴木選手が首を抱えてそれを阻止してますね。なかなかここから動きづらいですよね。そうですね、ここで固定してもう頭一つぐらい上に行けると楽なんですけどね、はい、さあ鈴木は右足が外に出ているか。出てますね。さあハーフガードで守る岡野、金網を使って立てるか。これで今岡野選手が二重絡みといって両足で片足を、はい、挟んだので、これで立つ気がないですね、岡野選手としては。なるほど、はい、さあ手も抑えながらですが、さあ抜いた、ここは肘もあります、パンチもあります。鈴木、岡野選手としてはさっきダウンを取ってるので、これで抑えられても自分の有利、もしくは自分のラウンドになるんじゃないかっていう計算だと思うんですよね。しかし残りは40秒今切ったところ、うん、これすごく、かなりのスイングできました。ここで鈴木選手は試合を動かしたいというか、明確な足をまとめるようにマウントからバックマウント、鉄槌落とす、画面を投げる、てしまうと
鈴木選手有利のラウンドになってしまうと思うの で、 そうです、ね、この印象は確実にダメージも与えているというふうにジャッジは受け取りますからね。なんとかして上を取り戻したい最後。さあしかしこの状態はちょっと返せない。結構いいのが入っていく。残り10秒。岡野が防戦一方で、うわっとスリーパー入る。さあここは対処しましたが、第1ラウンド終了です。1ラウンド目終わりました。そうですね、このラウンドは鈴木選手有利なラウンドだったんじゃないかなと思います。結果はそうなるわけですね。最初ダウンを取りましたけれども、はい、ワンダウンあったんですけど、はい、このシーンですよね。そうですね、ダウンちょっと叩くようにして右からパンチが当たってます、はいはい、でその後鈴木がリカバリーで相手を押し込んだとこからテイクダウンですね、はい、最後ここで山場を作ってるので、これはまあかなり時間としてもある程度攻撃を続けましたから、はい、よりこうフィニッシュに近づいたっていう部分でいうと最後のグランドパンチのフィニッシュに近づいたと思うので、すごいですね。田原さん、今の青木選手 の、 その両足挟んでこうタツキがないっていうところからの展開で見たから見方が違って面白かったです、ね、ありがとうございます。もう青木選手分かりやすいですね。分かりやすい、うん、田原さんがほうほうっていう顔が本当に印象的です。いつもと見え方がラウンド2。さあどうなる。第5試合第2ラウンド、ライト級 70.3 キロリミット。1ラウンドは青木選手の解説によると鈴木が盛り返した、押し返したという。そうですね、でこのラウンドでいうと鈴木選手はテイクダウンができるっていう作戦あの感覚があると思うので、はい、組む選択肢も積極的に入れてくると思うんですよね。なるほど。さあそこを岡野が読めるか。まあ、いずれにしても打撃の攻防を見せながらですよね。そうですね、岡野選手はもう少しアグレッシブにいくといいのかなと思います。今もやや前がかりに来ましたけれども、はい、どうしても今下がる展開になっているので、はい、できれば先に出したいところ。出た、蹴りも使いながら。お互いにこうパンチの攻防を好みますね。あ、はい、お互いに手の攻防に自信を持ってるんだと思います。なるほど、好きというだけではないですよね。そうですね、お互い自信持ってるんだと思います。当然通っちゃった。で鈴木選手は右に自信があるので、はい、右に最後つなげたいんだと思います。そこをちょっとこう岡野がいなすようにね、先ほど右のパンチを入れましたけれども、はい、左のジャブと左のフックで今みたいな感じで回っていなしてるんですけど、これでもし左のミドルキックなんかが今みたいな蹴りが蹴れるとだいぶ距離も変わってくると思うんですけど、今手だけの攻防に終始してますね。そしてあまり足が出ません、はい、頭を振って入ろうという鈴木ですが、サークリングしながら距離を作ります岡野。鈴木選手はテイクダウンでも勝ったっていう自信があるので、もっと自分からプレッシャーかけていってもいいかもしれないですね。詰まった、ワンツー、前に出ました。いやいや、岡野選手としては手詰まり感とかちょっとこう自分の行き詰まりというか作戦の行き詰まりがあるんじゃないかなと思います、はい、まあまり単調でもね。そうですね、相手にあの、はい、チャンスを与えてしまいますから、さあ何かを変えられるか分からない。ここはジャブを続けます。さあ鈴木もタックルのフェイントか、打ち合う。ここで移民会だ、これも聞いた、これも聞いた、岡野の左、鈴木1ラウンドうまくリカバリーできたが2ラウンドはどうだ、ダメージは残っているかどうか。さあ岡野もチャンスと見れば前に出るんだがどうでしょう。効いてますね、鈴木選手。さあ前出る、左、いや右でした。効いてるので、いやここも組んでリカバリーをするとか、いや距離を作ってディフェンスが必要かもしれないですね。さあ岡野チャンスになっています。チャンスになった時、まあ、岡野とすれば一気に行ってもいいのかもしれないですが、どうでしょう。やっぱり右がまだ生きてるんですよ、鈴木選手の、はい、なんでこう安易に行くと怖いですよね。なるほど、右がまだ生きてるので完全に殺すまで、はい、こう左のジャブで痛ぶってスタミナを消耗させてっていう作戦なんじゃないかなと思います。なるほど。さあ岡野も相手を回り、相手の周り、今度は前に出る、左をついた、左をついて距離を詰めて右を打った。左のジャブがだいぶ距離をつかめてきているので、そうですね、もっと左をうまく使っていいですね。さあ岡田がペースをつかみきっているか、つかみつつあるか。蹴りも出した、打ち合った、
うっと来た、その右だ、鈴木の右、相手のパンチをうまくいなしながら、鈴木選手が打ち気ですね、いくいく、ちょっとテイクダウンという雰囲気ない、あ来たといった途端に来た、しかしこれバース、これはいいスパイスでした、展開変わるんで、はい、いいあの振りになったと右につながるんじゃないですか、おお、これは効いたのか、しかし誘ったのか、右が来た、お互い効いた、お互い効きましたね、いやちょっと効いたように見せてその右を出していきましたね、はいはい、鈴木はね、あの河原の喧嘩スタイルですよ、お互い殴り合う、結構足に来ているように見えるんですが、鈴木、鈴木は効いたか、しかし岡野も、岡野も下がる、危ない、岡野もこれは今日はまたハードル上げるな、こいつらも。さあ怖い展開だ。はい、いや田中さん、ちょっとこれどっちが倒れてもおかしくないね。はいはいはい。肘が入った。今止めるの迷いましたね、松田レフリー。はい、俺だったら止めてました。危ないところでも。さあ肘だ。ちょっと上が止まっている鈴木。これはストップ叩けにくいですね、ここで止まるとストップになっちゃうので、さあ動かないと、さあ鈴木は立つ立った、しかし効いている、残りがほとんどない第2ラウンド、ここで組んでいく、鈴木がこらえる、ここでなんとかこらえた、いいっすね、このラウンドもいや鼻血が似合う自らの出血を今口の中に押し込みましたが、いやすごいなー、ちょっとヒヤヒヤするラウンドではあったんですが、はい、このラウンドは岡野選手のラウンドでいいと思います、途中鈴木のパンチもね、効いたと思うんですけども、最終的には肘が、そうですね、右の肘ですね、最後これ右のストレートが入って効いて、今度は逆に鈴木が左から右でした、はいはい、左が効いてますかね、そして組んでからのこれです、そうですね、えぐい、これもダウンしてるので、はい、これでパウンドがまとめられるとストップでところだったんですが、レフリーがあともう 2歩前にいたらストップだと思います、いやー田中さん肩こりますね、いやすごいですよ、右肩が凝ってきた、はい、さあ5分、最後の5分第3ラウンド、これは意地です、男の意地、これはもう最後いくんじゃないですか、2人とも、もう来た、ただ鈴木選手はシュート2戦目、1戦目もそう、そして2戦目もこう打ち合っています、さあ岡野、左からのジャブからハイキックは鈴木、すごいな、タックル、シングル、そして右、これがあったか、この2人のね、このエンターテインメントへの献身がすごい、今も鈴木選手シングル入ってテイクダウン買っていって右ですからね、もうこの献身すごいですよ、後のこと考えてないもん、将来のことなんか、はい、さあここは一旦組んで落ち着いたか、岡野金網に押し込んでいく、すごいよ、いい試合ですよ、さあ執念があります、とにかく田原さん、お互いにとって、はい、この試合での勝ちってのは大きくなると思うんで、そうですね、もうなんか人生を前借りしてでも勝ちたいみたいな、足払い、ああこれ勝ちに来ましたね、鈴木選手、さあ上を取った、マウントになっていく、苦しい、首を殺してるんで立てないんですよ、首を先に、やはり上手いんですよね、はい、上手だと思います、このケージワーク、ケージワークの攻防が、背中を向けた青から危ないぞ、腕が回っていく、ああきっちり回った、さあ来るか、逆だ、おお、岡田も返す、一瞬ちょっと鈴木の動きが緩慢になっているか、いいっすね、打撃戦もあり組み技もあり、ちょっとダメージが効いているのか、いいっすよ、これは逆に岡野がトップを取り返します、そうですね、鈴木選手自分の流れが来たところでこのリターンだったのでちょっときついかもしれないですね、メンタル的に、さあでも立った、足をかけながら後ろを狙うのは大きな岡野、立っていった鈴木、普通だったらちょっとセーフティーに行くと岡野選手が行くと思うんですけど、はい、今日の2人を見てると行っちゃうんじゃないかなと思うんですよね、ここから分かりませんよね、これ半身のところから蹴るっていう、蹴るっていうのもありますからね、はい、この2人は今日はちょっとシンクロしてますよ、さあ手を変えながら組み替えながら、あ来た、肘でした、来る、いやー、右入った、腰を押した、さあ鈴木の右、大きい、持っていく、岡野が組み止める、いいっすね、いやパンチだ、パンチが雨嵐、
こいつは人間じゃないっすよ。すごい。うわー、佐藤に飛び込んでいったバック。さあ後ろについたの大倉動きますね。これもう一動きあるんじゃないですか。これもう腕足パンパンじゃないですかね。もうパンパンですよ。まだ2分ある、まだ2分あるファイナルラウンド2分を残しています。多分2人も思ってるんじゃないですか。まだ2分あるただまた動かしてますね。試合ヒット数で鈴木がここまで来てるのでただですね、あのお互いに見せ場があるので、はい、お互いに取ってる自覚がないと思うんですよ。なるほど。やられる明確じゃないと思うんですよ。 なので、はいはい、ここもう一度勝負しなきゃいけないとお互い思ってると思うんですよね。多分格闘家としてはもう一つ上行かなきゃっていう、はいはいはい、さあ岡の後ろを取って、サバオリ、そうですね、この意味で明確に今度勝ちに来ましたね。サーベイを取った、ハードヒットの肘もあるこの岡野。あ、ここに来て寝技の荒さが三角締めを今でやってますね。さあガードガード来た、ハイガード鈴木。お、今度ギロチン引っ掛けつつ立ち上がってますね。さあ金網を使いながら鈴木が立とうというところ諦めません。お互いに執念です。これはもう田原さん、魂と魂というか意地と意地ですもんね。そうですね、もうここからです、ラスト1分。さあセコンドの声が届いているかどうか。いや、これもう一勝負するんじゃないですか。お互い立ちますよね、鈴木立ちますよね。立てるか、もうお互い真骨頂ですよ、ここから。お互い立たせない、あるいは立ちたい、後ろを見せても立つか。鈴木立ちます。さあここからどうする、残り40。これ勝負じゃないですか。あー、チョークできましたね。チョークだ、選択はチョーク、岡野。しかし腕をこじ入れるか、いや来る来る、組んだ組んだ、まあ、勝負チョーク、スタンディングだ、スタンディングのチョーク。アントニオ猪木スタイルですよ、これは。いや、しかしまだ佐々木残り20、魔性のチョーク。さあここでシングルに入る。あ、もうアウト、バックハンド、肘を回そうとしました。最後魔性のチョークでしょう。さあもう一度バックにつく岡野、残りはほとんどないと。第3ラウンドどうする、向き直る鈴木、ここでワンパンチか、来た。おお、いや、しかしホンダレフリーが入って、両者規制ずして、両者お互いそうだな、肩を組み合って握手です。これまさにもう河原の喧嘩ですよ。お互い終わったとお前やるなみたいな完全燃焼みたいな、はい、完全燃焼。いやー、田原さん、最後までお互い決めに行くってすごいですね。えらいもん見せられましたね。それで抱き合うって全く理解できないけどでもすごいなってのは分かります。何かこう通じ合ったんでしょうね、最後の瞬間ね、はいはい、殴り合うと通じるんだな。直前までひどい殴り合いですからね、はいはい、さあしかし試合の決着は判定に委ねられています。世界ライト級8位が岡野勇気、環太平洋は7位です。現在まだランキングインしていません鈴木翔慎吾。集計結果をお知らせいたします。サブクリー渡辺30対26、青鈴木。まずは鈴木だ、30対26。そんなにサブリー・イーゴマ29対29、イーブン。おお、ドロー。これでサブリー・片岡29対28、赤・岡野の1対1、29対28、ドローとなります。いや、もう1対1、落としどころの時に最高ですよ、ドロードローが、俺もドローがいいと思います。もう勝ち負け超えた、これ今日そうなりましたね、はい、まあもちろんラウンドごとの判定集計ですから、そうですね、はい、お互い1票ずつを分け合ったということになりますが、まあ、1票という言葉よりはかなり重い戦いになって、そうですね、最後ドロー決着いたしました。まあ、ここまでこうダメージを負ったからこそ勝ちたい気持ちも当然分かりますけど、まあ、ダメージは本当に心配になりますが、はい、いやー、しかし3ラウンド判定ドロー1対1でした。これが今日のシュートのある意味、はい、肝を見せたような、そうですね、やっぱ、ね、この試合にしてしまったのはやっぱ第1試合ですよ。岡野勇気、鈴木慎吾は1対1、はい、ドロー引き分けに終わっています。やっぱあいつらが悪いですね、うん